イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に、多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による、空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、SU-35 から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、クフ55、クフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、
対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために前弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産用との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年の6月初旬から始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の攻撃軸では9月に交通の要衝トクマクの北にあるロボーケネを奪還し、その東側のベルベイブ郊外に到達するなど進展が見られていたんだけど、10月に入ってからはウクライナ軍の前進を伝える動画や画像などがインターネットや SNS 上で見られなくなっているよね。
実際、ウクライナ軍の前進が停滞している可能性が指摘されていて、この先厳しい冬を迎える前の奪還の可能性が語られていたトクマクへ到達することも難しいのではないかとの見方が広がっているぜ。さて今回はそんなウクライナ軍の反転攻勢に大きな動きがなく、停滞している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ戦線で攻勢に出ているウクライナ軍は、9月下旬にベルベイブの西郊外に構築されていたロシア軍の防衛ラインを装甲車両で突破したとする動画や、ロボーティネの南にあるノボプロコキフカに到達していることを示す動画や画像が確認されていたが、そこからさらに前進したかどうかについては動画や画像などの視覚的証拠が公開されていないため、ベルベイブ方向に進撃していたウクライナ軍はさらなる前進を阻まれ、ノボプロコキフカに到達したことも一時的なものである可能性が高く、ベルベイブもノボプロコキフカもドリラも未だにロシア軍が支配しているものとみられているよ。ザポリージャ州における攻撃軸に関する視覚的な情報が10月に入って少なくなっていることから、やはり情報がなく停滞しているとみられているドネツク州南部から海軍歩兵4個旅団がアゾフ海のマリウポリや、ベルジャンシク方面を目指している攻撃軸と同様に、ロシア軍の抵抗によって進撃を止められているのではないかとの声が高まっているんだ。その一方でザポリージャ州における停滞の理由については、ロシア軍の抵抗によって前進ができなくなったためばかりではなく、ここまでの戦闘においてウクライナ軍もロシア軍ほどではないにせよ大きな損害を被っているとの見方から、ウクライナ側が意図的に進撃を止めた上で年内のトクマク攻略を諦めて部隊の再編成を実施している可能性があると見る向きもあるぜ。その根拠として、あるオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ここ最近インターネットや SNS などで出回っている動画や画像において、ザポリージャ州でドイツ製のレオパルト 2A4 2両が損傷して1両が遺棄されたことが確認されたことが確認されているな。ウクライナ軍にはこれまで西側諸国から、ドイツ製のレオパルト 2A4 40両、レオパルト 2A6 21両、レオパルト 1A5 20から30両、スウェーデン製のスターブ122が10両に、イギリス製のチャレンジャー24両、アメリカ製の M1A1 エイブラムス31両などが供与されていて、レオパルト1とレオパルト2は今後さらに北大西洋条約機構NATO加盟国などから供与され、これら戦車は運用上の都合に配慮されてそれぞれ車種ごとに別々の部隊に配備されたよ。レオパルト 2A6 は陸軍第47独立機械化旅団に配備され、レオパルト 2A4 は陸軍第33独立機械化旅団に配備され、その他、スターブ122が第21独立機械化旅団で、チャレンジャーには空中機動軍の第82独立空中強襲旅団に配備されたことが明らかになっているんだ。そのためザポリージャ州においてレオパルト 2A4 の損害が確認されたということは、この戦線で戦闘を実施していた第47独立機械化旅団だけでなく、この戦車が配備されている第33独立機械化旅団も投入されていることを意味しているのであるが、このことについては第33独立機械化旅団を追加投入したのではなく、第47独立機械化旅団の休養と再編のために交代した可能性が高いと見る向きが多いみたい。現在の戦況からウクライナ軍が長期戦を覚悟し、オランダなどからの供与が決定してウクライナ軍パイロットへの訓練が実施されている F-16 ファイティングファルコンが、来春までに配備され運用可能になる時を待って再び反転攻勢をかける戦略に切り替えたのではないかとする見方も出ているね。また、ロシアとの基本的な国力の差から西側諸国の支援に頼らざるを得ないウクライナにとって、この先の作戦計画を練る上で最も頼りにしているアメリカにおいて、約600億ドル約9兆円もの軍事支援が確定しないうちは、次の作戦計画を立てることが難しいために部隊の前進を止めざるを得ないのではないかとの見方もあり、パレスチナ問題でバイデン大統領が奔走している現状においてウクライナは動きようがないということもまた理由の一つだろうな。そのような状況を見越したのかロシア軍は、ドネツク州のアウディーユカの攻略を目指し、
強力な機構部隊を投入して包囲しているとしてイギリス国防省が指摘していて、この攻撃の規模が2023年になってからロシア軍が仕掛けた攻勢の中でも最も大きいとしているぜ。イギリス国防省の指摘によると、アウディーユカ攻略作戦に投入した戦力は複数の機構大隊とされ、3個機械化大隊約6000人規模以上としているほか、アメリカのシンクタンクなどでは2個機械化旅団約8000人との見方も出ているよ。いずれにしてもロシア軍は本気でアウディーユカ攻略を目指しているとみられ、この攻勢が2023年に入ってロシア軍が唯一攻勢に転じたとされている、ハルキウ州のクピャンシクよりもはるかに規模の大きい作戦であるとみられているんだけど、ロシア軍が数に任せた無謀な攻撃を展開しているとの指摘が多く出ているね。ロシア軍のアウディーユカにおける損害については、ウクライナ軍参謀本部がウクライナ軍守備部隊の頑強な抵抗の結果として、24時間で死傷者約900人を出す日があり、破壊された戦車が約50両に上った日もあると主張しているんだ。また、ウクライナのミハイロ・フェデロフ副首相が10月16日に明らかしたところによると、10月9日から16日までの1週間におけるアウディーユカの戦闘において、ウクライナ軍はロシア軍に対してドローンによる攻撃を実施したとして、ロシア軍が攻略作戦に投入した戦車75両と装甲車88両及び榴弾砲や迫撃砲など101門を破壊したらしい。さらにその他に、S-400 と見られる地対空ミサイル防空システム2機も破壊したとして、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている巡航ミサイルやロケット弾などの長射程 GPS 誘導兵器のみならず、ドローンも駆使しつつアウディーユカに攻め寄せるロシア軍に大きな損害を与えていることを示唆したぜ。また、アメリカのシンクタンク戦争研究所は10月15日、ロシア軍がアウディーユカへの攻撃を開始してからの5日間で兵士の戦死傷者が4500人以上をとなり、戦車60両以上に装甲車も100両以上が破壊されたとする分析を発表したな。その上で、作戦に投入されたロシア兵の総数が7000から8000人であるとするならば、そのうちの約4500人が死傷して戦線を離脱したことで兵力の 55から65% を失ったことになり、わずか5日間でアウディーユカのロシア軍はほぼ壊滅状態と言え、アウディーユカ攻略を継続するのであれば新たに旅団規模の大部隊を投入しなければならない状況であるとしているぜ。さらにロシア軍が北東部ハルキウ州のクピャンスク方面において、ストームZと呼ばれる軍内部の懲罰兵と刑務所の囚人で編成された肉壁部隊を投入し続けているとして、ウクライナのシルスキー陸軍司令官が明らかにしたよ。ロシア軍はこのような懲罰部隊をロシア全土で編成して最前線各地に送り込み、ウクライナ軍に対して犠牲を顧みず肉弾攻撃を繰り返す人海戦術を展開しているとみられ、それはこれらの肉壁部隊が弾よけとなっている隙に、後方に待機していた精鋭部隊が攻撃に疲れ弾薬を使い果たしたウクライナ軍に攻撃を仕掛けて後退させる戦術だな。ウクライナ軍の反転攻勢作戦が本当に停滞しているとするならば、ロシア軍にこのような攻撃を仕掛けられた場合に阻止することは難しいとみられ、アメリカなどからの今後の支援策が明らかにされない状況が続けば、ウクライナ軍は厳しい冬を迎えることになるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボティネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、
それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍がトクマク防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第1防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第2防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第1防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第2および第3防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雪のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破してトクマクまで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第1防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された。長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使いその効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる。地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの GMAS 射程 90km であり後方への攻撃に憂慮したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため、攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与により、ウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるため、ロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標はトクマクではなく、さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャーになどの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、
ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボケネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を疲れ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして3つ目のルートはロボケネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州、ザポリージャ州、ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。